とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。ボスランキングをやってくださいというコメントですね。今まで何回かもらったんですけども、今日やってみようと思います。ボスは10体いると思うんだけども、今日は1位から10位すべて発表していきます。それでは早速、行ってみましょう。それでは第10位からいきましょう。第10位はこいつ、ムーシュルームモンスターズです。まあ弱いよね。こいつに負けることはほぼほぼないと思います。まあ、途中でね、雑魚敵が出てくるんだけども、その処理をしっかりしていれば全然余裕。まあサンドバッグみたいな、そういう立ち位置になってるやつではないでしょうか。まああとはね、出てくる場所っていうのがもう分かってるので、対策がしやすいですよね。ワンパンが簡単にできるっていうことで、こいつは第10位です。続いて同じくこいつも10位です。レッドストーンの怪物、こいつもね、ほぼほぼハテナハテナハテナと変わりはありません。出てくる場所が一緒、対策がしやすいですね。ワンパンなしにしても全然簡単に倒すことができます。10位。それでは第8位いきましょう。第8位はこのボス、邪悪なレイスですね。基本的に遠距離攻撃しかしてきません。で、雑魚敵は一応出てくるんだけども、あ、落ちちゃった。雑魚敵は出てくるんだけども、まあ、処理もそんなに難しくなくって、特にこのボスのHP がものすごく低いので、効果力の、弓があれば全然すぐ倒すことができます。まあもちろんワンパンもね、すぐできちゃうんだけども、まあちょっとね、効果力のやつがあれば全く問題なく倒すことができます。まあタワーで出た時もこいつは余裕だったね。それでは続きまして、同じく8位、大釜です。まあ特に考えることなく戦っていけますよね。確かに雑魚敵はバーッと来るんだけども、もうレベル上げとかにも使われるぐらい、もうボスというか雑魚に近いやつになってしまいました。8位大釜。続いて6位、6位はこいつ、名もなき者です。近寄りづらいよね。出てくる場所もちょっと分かりにくいところあるし、これ杖を振ってるときは近寄りにくい、これで戦いにくいんだ。ただ隙を見せればもうすぐにワンパンができるので、なんてことないんだけども、まあ、10位から8位までのボスに比べると若干戦いにくいかなっていうぐらいですね。それでは第5位です。第5位はこいつ、邪悪な村人、そしてエンダーの心臓です。HP は基本的に少なく設定されてます。で、早めに倒すことができるんだけども、たとえ長期戦になったとしてもそう問題はありませんね。守護のトーテムを持ってるとほとんどの攻撃を回避することができるので、全く問題なく倒すことができます。毒が強い。それでは第4位です。第4位のボスはこいつ、ジャングルの魔物ですね。出た瞬間倒したいんだけども、無敵時間が結構長いです。なのでそこまで若干耐える必要はあるんですけども、それが終わってしまえば、まあ何とも言えない雑魚になってしまいます。もう少し歯応えがあってもいいんだけどね。それでは第3位です。第3位は古代のガーディアンだね。こいつはね、戦いにくいし、無敵時間が発生するので、やりづらいですよね。ただ戦い方さえ分かってしまえば、まあ、なんてことない敵だと思います。カバン装備がないとちょっときついかもしれませんけども、まあ、カバンが持ってると別になんてことないと思います。
まあ戦い方が分かるまではちょっとね難しい敵だったと思いますけども、第3位ガーディアンです。それでは第2位はテンペストゴーレムですね。まず硬いし、近づくと攻撃が、このガードでできなくなるのでちょっとね面倒くさいやつなんだよね。なのでここを横をね、突破する方法が今まではスタンダードだったと思うんだけども、毒で攻撃するとすぐ倒せるっていうことが分かったんで、この毒がこいつにはおすすめです。今でもちょっと戦うのは面倒くさいな。第2位はテンペストゴーレムです。それでは第1位です。第1位は復讐に燃えたエンダーの心臓です。戦い方がわからないとマジで倒しづらいやつですね。分かってしまえば全然なんてことないんですよね。やっぱりこの無敵時間があるのと、避けにくい攻撃、まあ、それにつきますね。まあ、初見で倒した人はまあさすがだと思うんですけども、これもね何回かな、1回やられたと思いますね。とにかくこいつ技が多彩にあるので何をしてくるかが、分かってないとちょっと対応しづらいところですね。あー逃げられた。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。最強ボスランキングやってみました。皆さんのランキングはどんな感じでしょうかね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。